カビラボー。皆さんどうもこんにちは。遺跡さんにまたジャンク品を送りつけたい、カキさんです。今回は以前に遺跡さんに送ったジャンク PC が戻ってきたので、詳細な動作の確認や掃除のチェックをしていきたいと思います。今回はしっかりと掃除されているか小銃とばりに見ていきますよ。以前遺跡さんのチャンネルでは、お掃除と簡易的な動作確認のみしてもらいました。そちらの動画は概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ見てください。それでは今回の流れはこんな感じ。まずは戻ってきたものの確認、遺跡さんのお掃除レベルのチェックをしていきます。次に PC の分解。この PC は最終的にプレゼント企画に回そうと思ってるんですが、さすがに使えないパーツもあるので使用するパーツのみ取り出したいと思います。分解したパーツはシュラさんに送りつけて、1台組み上げてもらおうと思っています。次に動作確認。実際 OS 等を入れてしっかりと動作するかチェックをしていきたいと思います。電池やゲームはシュラさんに試してもらおうかな。最後にパーツ探し、入れ替え予定のパーツを Amazon で購入しようと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまず戻ってきたものの確認をしていきましょう。段ボールを開封するとまずは小物が入っていました。ここには遺跡さんのサインが、ジップロックにしっかり入っていました。これはプレゼント PC と一緒にプレゼントに回したいと思っています。サインも可愛いです。私はカキピーを入れようかな、って思ってます。他は GTX970 用のヒートシンクなども戻ってきましたね。これは後回しにして本体を見ていきましょうか。本体もがっつりと梱包された状態で戻ってきました。それにしても送った時にも思ったけど、これかなり重いんだよね。遺跡さんよく持ち上げたな、って思いましたね。あ、そういえば。あとね、カピさんごめんなさい。ここサイドパネルについてるスイッチみたいなところに繋がってたんですけど、取れちゃいました。違う、引っ張ったわけじゃないんですよ。ただね、スッてやったらスッて抜けちゃったの。これ、直せますか？すいません。って言ってたのでファンの部分を見てみることに。ああ、この部分ですね。確かに取れてしまってますね。かなり古いものだから劣化しちゃってたんだと思います。とりあえずこれを直しておこう。ということでハンダ作業の始まりです。って言っても端子部分に穴開いてるから、ハンダを温めて中に皮膜を取った線を入れるだけなんですけどね。あとは熱収縮チューブをかぶせて、ヒートガンで収縮させたら完了です。このくらいの補修であれば楽ですね。これで多少引っ張っても大丈夫になりました。って言っても、ぶっちゃけ清掃してもらっといてなんですが、このケースプレゼントされても困るよね。ということでケースはシュラさんのところで準備してくれてるみたいなので使うことはないでしょう。遺跡さんごめんなさい。ということで分解しながら状態を見ていきたいと思います。まずはグラフィックボードを取り外します。こちらは神田装備でシュラさんが購入した出土品なので、相変わらずヒートシンクなどがサビサビです。後ほどヒートシンク交換などもやろうと思います。次にマザーボードを摘出していきます。そのために邪魔なケーブル類をすべて抜いてしまいましょう。あ、こんなところに、ホコリンがいました。あら、まゆきさん。ここにホコリがあるわよ。とか昔のドラマとかなら言われそう。いや、ちょっと古すぎるか。我が家では嫁の方が強いですしね。とりあえずあとはマザーボードのネジを外していきます。ネジが外れたらマザーボードを摘出。これはそのまま使用するので、後ほど細かい部分も見ていきましょう。あ、取り外さなければ掃除できないマザーボード裏にはホコリがありました。よくこんなもの送ったよなってしみじみ思う。半ばホコリテロだったと思う。あとは IO パネルを取り外せば使うものの摘出は完了。とりあえずこんなもんですかね。プレゼント品にジャンク電源を使うのもなんだし、電源は新しく購入したいと思います。ケースはシュラさんが用意してくれるし、あと購入しなきゃいけないのは CPU クーラーかな？まあ、それは後回しで取り出したものを見ていきましょう。遺跡さんお掃除ありがとうございました。ということで摘出品一覧がこんな感じ。ではこちらの動作確認。の前にちょっと追加で清掃しておこうと思います。これからやるのはマザーボードの清掃とグラフィックボードのヒートシンク交換ですね。それではやっていきましょう。まずはマザーボードからクーラーを取り外していきます。ここのヒートシンク周りを掃除するためにはちょっと邪魔ですからね。このクーラーは後ほどもう一回組み込みます。
一度、CPU もグリスを拭き取ってしまいましょう。これも再利用できますしね。マザーボードのソケットのピン折れもないし、しっかり動けば使用には問題なさそう。ソケット周りに汚れがあるので、一度 CPU を置いて清掃したいと思います。とりあえず、ダスターでも飛んでいかない細かなホコリはハケを使ってひたすら落としていきます。環境音を使おうと思ったんだけど、音声入れたら清水さんの声が入ってた。あ、ヒートシンクにはペリペリが残ってましたね。これを貼ったままだと排熱が悪くなるから剥がしておきます。それとグラボを刺すところのラッチの部分が脆くなっていましたね。亀裂が入って簡単に外れるようになっていたので、ここも後ほど何かしら処置をしましょう。あとは表面と裏面をハケでひたすら攻めていきます。ここまで行くと水洗いしちゃった方が早かったかもしれないけどね。人に渡すものに水洗いはちょっと怖いかな、とか思ったりした。って言ってもグラボも水で洗ってるか。まあ、これはノークレイムノーリターンでお願いしよう。ボート周りなんかもしっかりと掃除をしておきました。ここからの掃除はかなり長いので、カット。ではここからは拡張スロットのラッチの移植。2スロット目のラッチを破損していた1スロット目に移植します。3番目のラッチでも良かったんだけど、コンデンサが邪魔だったので2スロット目を使用しました。とりあえず一番よく使うスロットを直しておきます。壊れかけのやつも一応2スロット目につけておきました。あとは CMOS のボタン電池も確認しておこう。残量を確認してみると、3V しっかり残っていました。これなら大丈夫ですね。ボタン電池は戻しておきます。それではマザーボードはここらで終了。あ、マザー付属品の IO パネルは水洗いしてきます。洗い終わるとこんな感じ。とりあえずホコリは綺麗になりました。残りはグラフィックボードですね。こちらは神田装備で出土品として売られていたグラフィックボードなのでヒートシンクがサビサビです。シュラさんが以前動画を投稿しているので、気になる方はそちらを見てください。これを視聴者さんからいただいたドナーのヒートシンクに乗せ替えていこうと思います。こちらは結構綺麗なヒートシンクですね。乗せ替えをすれば見た目はかなり綺麗になると思います。それでは移植作業をやっていきましょう。まずはグラフィックボードのネジをすべて外していきます。外し終わったらサイドのファンコネクタも抜いておきましょう。それではご開帳。やっぱりヒートシンク、結構錆びてますね。随分ひどい見た目になってます。てか、出土品でも動くんだからすごいよね。ではちゃちゃっとパーツの乾燥をしちゃいたいと思います。まずはバックパネル。こちらのネジ類を取り外して、パネルとネジを綺麗なものに交換していきます。パネルの交換が終わるとこんな感じ。あまり違いはわかんないかな。ではグリスを塗って綺麗なヒートシンクを取り付けてしまいましょう。はい、ヒートシンクの移植が完了しました。って言いたいところなんですが、ドナーと元のグラボ両方ともファンが1枚ずつ欠けてた。これ、2個1すれば綺麗になるよな。ということでファンを交換することにしました。分解には時間がかかるので倍速でやっていきます。はい、これでファンが取り外せましたね。ファンは分割式ではないので、配線をここからぶった切ってしまいます。あとはこれを使用する方に取り付けをしていきます。綺麗な方のファンも取り外したので、これもぶった切っていきます。はい、切ってしまいました。それでは被膜を抜いた配線に熱収縮チューブをかぶせて、配線同士をつなげていきたいと思います。配線にハンダが乗りやすいように、フラックスを塗布しておきます。そしてあとはハンダ付けするだけ。これを4本やっていきます。あとは収縮チューブをヒートガンで熱して保護しておきました。これで完成ですね。それではこれを元の状態に戻しました。組み上げ工程は長いのでカット。それではベンチマーク第2組んで、負荷テストをやっていきましょう。とりあえず取り外したすべてのパーツをベンチ台に組み込みしました。配線も接続して、あとはストレージの接続。ストレージは以前 PC から抜き取った 240GB の SSD を入れておきます。あと 1TB の HDD も、それでは OS を入れてみてみましょう。
OS を導入してタスクマネージャーを確認してみたところ、状態は全く問題なし、メモリもストレージも大丈夫、ネットもつながるし、グラボもしっかり認識してる。全く問題なく動いてますね。では CPU に負荷をかけてテストをしてみます。シネベンチ R23 でマルチを数回回しましたが問題はなし。OCCT の1時間テストでもエラーは出なかったので、運用するのに問題はないでしょう。しかし、やっぱりリテールだとサーマルスロットリングは起きるからダメだね。後ほどクーラーも探してみます。ベンチ結果やゲームはシュラさんに任せて、最後に交換パーツを探しましょう。ということでまずは電源探し。とりあえず 650W くらいのお手頃なものを探します。Amazon のサイトを見てみるとベストセラーの電源がありました。メーカーはクロート思考、650W のセミプラグインのものですね。今回の構成でも問題ないし、多少構成変更しても問題なさそうなので、今回はこれをチョイスしました。安いしお財布にも助かります。次に CPU クーラー、最初はサイズの小鉄にしようかと思ったんだけど、Amazon 在庫がなかった。なので他にいいものないかと探しているとこれが見つかりました。2000円前半なのにめちゃ評判がいい。小鉄より冷えてるなんて書いてる人もいます。この評価がマジならコスパ最強だと思う。ということでこれをチョイスしました。ではこれもシュラさんのところに送りつけよう。ここからはシュラさんにバトンタッチですね。今回遺跡さんから戻ってきた PC の動作チェック等もやりましたが、ジャンクですが問題なく使えるものでした。あとは最終的な性能が楽しみですね。遺跡さんのジャンク品お掃除レベルは、次回のレベルアップに期待ですね。では今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。いや、こんな汚いのよく掃除してくれたよ。ケースとか使わなくてごめんなさい。あれでかすぎて。